久保さん。師匠との話いいっすね。めちゃくちゃいいじゃないですか。弟子と師匠の話ね。うん。お前は何をそこから見れるんだみたいなね。お前はそこから何を見れるんだみたいな。吸い出せるんだみたいなね。うん。まあ、一級さんとかも面白いですよね。うん。一級さんとかも多分思考の階層だと思うんですけど、あの虎のやつ。ちょっと、あの、 話のあれがちょっと忘れましたけど、虎となんかやり合うっていうね。そう。あれも思考の回想っすよね。うん。まあ、今回ね、あのー、もう売り、あの、商品の、まあ、でも今回お問い合わせなんで、まだ着金ベースじゃないんであれなんですけども、あの、売上300万円とかにしておきましょうか。売上300万。多分、あなたは、あの、<laughs> この、 まあ、久保さんとか僕がやってるビジネスっていうのは多分思考の階層がないから分かんないんですよ。そんなの嘘だろうと。あ、久保さんあの現金の、久保さんのチャンネルちょっと見たんですけど、あの札束300万のあのやつ再生回ってましたね。<laughs> 分かりやすいな。<laughs> なんとも分かりやすいこの露骨な、この300万の札束出し、このスクショで再生数100超えてましたね。 ね、億万長者合宿のやりとり100個えないでしょあれだけ100個えてましたよ。わ <laughs> かりやす <laughs> 思考の階層わかりやすみたいなね。<laughs> まあいいんですけど。まあ僕あの札束あのないので、多分、あの、そんなに再,再生数上がらないと思いますけど。あのー、なんだ。まあ音痩せベースで、もし全員着金すればね。 300万を超えるって感じですね。ただ無料問い合わせなんで、まあ漏れはあるでしょうね。うん。着金しない人もいるだろうけども。まあ多分ね、でも200は行くとは思うんですけどね。うん。ただまあね、200万とか300万の売り上げを、こう、なんだ、この再生数で作れるっていうのは、多くの人の階層の中にはないっすね。多分ないっす。だから逆にラッキーなんですよ。 バレない。バレないというか、わからないですよね。うん。だから、逆に言うと、みんな嘘だと思うんで、だから嘘だと思ってもらっていいんですよ。<laughs> だかこれ青汁王子もなんか言ってましたけどね、なんか、その、なんだ、青汁王子で一発当てたんだろ、あいつって思ってもらえれば、ラッキーみたいな。どうぞ,どうぞそう思っといてくださいみたいな。<laughs> そう。 だからまあなんか再生数少ないのにあだこうだこいつらなんか言ってるよって思ってもらえればいいと思います。単純に <laughs>。うん、まあ、あのー、あの、僕はちゃんと売り上げを作って自分の,あの自由な生活を送る。ただそれだけなんで。あなたが、あなたがどう思うが僕は結果を出して僕は自分の人生を歩むっていうただそれだけの話なんで、そう誰に何と思われようが 僕が結果を出してればいいだけの話なんで。昔はね、やっぱ会社の売り上げを作っていかないといけなかったんで、うん、今は楽ですよね。自分さえ結果出ればいいんで。うん。いや、もちろんその商品を僕が売ってますから、お客さんにも結果出してもらえるようにサポートはしてるんだけども、その売り上げの部分ですよね。従業員に給料払うための、なんだろうな。 まあ、久保さんもわかると思いますけど、俺、何のために働いてんのかなみたいな。売上上がっても、まあ、久保さんもネットビジネスやっててね。ネットビジネスで売上作ったやつ、全部そのマージャン店に消えるみたいな。俺何、何、何、なんでネットビジネスやってたみたいなね。ネットビジネスで売上上げてマージャン店に消えるみたいなね。補填するみたいな。俺は何のためにネットビジネスを始めたんだと。<laughs> まあ誰のために生きてんだみたいなね。従業員のどれだなみたいな。そう。 だからね、やっぱ、僕は、ま、あの、まあ、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。別に、その、人それぞれの人生ですから、会社を経営して、その、従業員を雇用するってことも素晴らしいことだし、それはほとんどの人ができないことなんで、まあ、それをやってるっていうのはすごいなと思うんだけども、僕はすいません。やった上で思うことが、あもうやりたくないですね。自分だけ結果を出す。 自分,に自分の給料分をしっかり稼ぐってことですね。従業員の給料は稼ぎたくないですね。そう。従業員のケツは吹きたくないですね、もう。自分のケツは吹くけど、従業員のケツは吹きたくない。<laughs> 人の人生のケツは吹きたくないですね。うん。まあ、そのお客さんの場合はね、あの、従業員とは違うんで、お金払ってもらってるわけなんで、 それはサポートするんだけども、従業員の場合は、給料上げながらサポートするので、給料上げながらサポートして、なおかつ欠伏みたいな。どういうことやねみたいな。<laughs> まあ、これはちょっとね、従業員へ雇って、そういう、その、局地に立った人じゃないとわかんないんだよね。あの、あれですけど、うん。まあ、僕はもうやんないですね。うん。一生やんないでしょうね。まあ、でも、 気持ちが変わるかもわかんないけど、やっぱこれはでもブレないですね。自分を生きたいんで。うん。だから人と関わると、関わりのあれが出てきますから、うん。その従業員との関わりの関係はね、僕はね、だから一番いい関係はこの久保さんとの関係が一番良くて、あの、一番いいですね。あの <laughs>、いい距離感っていうか、うーん。 この距離感一番良くないですか、久保さんすげえ楽っすよね <laughs> お互い。お互いに全く依存してないし、依存してないけど繋がってて、依存してないけど動画やり合うみたいな。普通依存してるからね、このあ関係があったりとかするじゃないですか。全く子なんですよ。これね、結構ね、新しい僕はあの、関係性だと思うんですよ。久保さんもま、全く自分の子があって、僕も全く違う子があって、 分離されてるんだけども、完全分離されてるんだけど、繋がってるっていうね。普通分離されたら繋がんないんですけど。これはね、僕も多分、まあ、そうね、まあ、あの、これから長い人、まあ、生きてればね、80年まで、80歳まで生きてれば、あと5 40年ぐらいありますけど、40年生きたとしても、多分、久保さんみたいな人が現れることはないでしょうね。まあ、このやり合いできるの久保さんしかいないんで。 ね、久保さん。まあ、久保さんもそう思ってると思いますけど。だこれね、完全に分離されてるけど、やっぱね、ローが繋がってるんでしょうね。老が。<laughs> 最後の名前のローでこう繋がってるっていうね。<laughs> そう。そう。そうそう。ローで言うならば、あ、そう。昨日だったかな。昨日僕あの、ブログ書いたんですけども、なんかおすすめの花、おすすめの歌。 っていうのを紹介したんですよ。で、そのブログを書いた後、写真を撮ってインスタにアップして、そしたらインスタのコメントで、あの、その、僕が紹介したね、えー、の歌、曲、聴いてみます、みたいなコメント入ったんですよ。で、その後、聴きました、みたいな。で、DM が来て、で、めっちゃ泣きそうです、みたいな。これがいいんですよ。森山直太郎さんの花っていうね、歌がね、めちゃくちゃいいんですよ。この、ね、森山直太郎さんの花ね、めちゃくちゃいいですね。 うん、で、なんで森山直太郎さんの話を出したのかというと、ローが一緒なんです。<laughs> ローが一緒。<laughs> あのね、やっぱね、ローあそこのローが一緒ってあんまないんですよね。だから一郎選手もありがたいことでね、あのロー一緒ですし。うん。そう。未だに間違えられますからね。ね、久保さん、未だに間違えられませんこれ多分一緒つきまとうと思うんですけどね、ロー なんでかなーって、月になんないんですよね、みんな、うん。全部こっちになるんですよ。だからさ一発で月で書く人ってあ,あんまいないですよね、あんまり。うよう本当に、最近もなんか間違えられて。まあ気にしないですけど。<laughs> うよう間違えられますね。いってらっしゃい。